今日いっぱい汗かいたから帰りスーパーで刺身をね買うのをね楽しみにしていました。もう腹ペコすぎて、腹ペコだったから帰り絶対スーパーで刺身買うぞと思ってお刺身買った。イエーイ。しかもさ、レッスンが夜まであるとちょうど割引の時間帯でお得にお刺身食べれるから、もう食べましたよ。アイスも食べた。もう今日はいっぱい頭使ったからね。ソラハさんと、ソラハさんとしばらく会ってないです。会ってないですね。ソラハさん今帰ってるから会ってないよ、ずっと。ひげめがねさん、お疲れありがとう。おみかんさん、りょう忘れっぽいもちさん、かわいい。かずのしーさん、ペンギンありがとう。ひげめがねさん、お疲れありがとう。しーちさん、シャボン玉ありがとう。チョコモナカジャンボでした。お揃いです。わせも今日チョコモナカジャンボでした。チョコモナカジャンボだーい。こんばんは。刺身、短冊じゃないですよ。切ってあるやつだよ。ジュノラゴさん、レインボースターありがとう。麻婆茄子？え、冷やしちゃんぽんみたいなやつ？リンガーハットの？食べたいやつだ。いいな。美味しかったですか？食レポお願い。やっほー。そう、チョコモナカジャンボ毎日食べてる。ずーっと食べてる。私さ、 STU 入ってチョコモナカジャンボ食べ過ぎたから一回禁止令出したんですよ、ね、だから1年ぐらいかな食べない日が続いたんですけど、やっぱね止まらないよね、食べ始めると。カズノシンさん、レインボースターありがとう。尊い。おみかんさん、ラブレターありがとう。ジャントコも食べたよ、もちろん。毎日食べてるよ。どうして1個だと思ったの？1個とは限らないでしょう。毎日食べてます。ジャイアントコーンもチョコモナカジャンボも。クロさん、水鉄砲ありがとう。バニラモナカジャンボは食べたことがない。いつもチョコモナカジャンボで贅沢しちゃう。いや、今日は2個だよ。アイス、アイスは2個です。うえー、暑かった。今日買い置きはしてないよ。明日アイス食べたい。食べなさい、食べなさいよ。アイス食べな。西広島駅のやつ美味しかったよ、モンブラン。もうちょっと、もうヘトヘトすぎてさ、喋り方がゆっくりかもだけど、ゆっくり喋ろ、のんびり喋ろ。あー、うーん、こんばんは。ラムネバー？何ラムネバーって、食べたことないか。ラムネバー、もやし多めのラーメン。サブローですか？一郎ですか？サブローですか？四郎か五郎か。おみかんさん、回復医薬ありがとう。人類さん、アイスありがとう。あずきバー、あずきバーも食べたことない。ヘロヘロー。こんばんは。うん、今日絶対ぐっすり寝れます。ゆきさん、お断りです。スイカバーも食べないですね。
人生で一回とかしかないかも。あずき部は炊飯器で炊飯すると赤飯になるらしい。本当？本当ですか？マジ？スイパラ行くメンバー多いね。だって期間限定だもん。今しかコラボしてないから20日までだよ。もう1週間切っちゃったよ。もう今行かなきゃもう行けないからね。ジョジョさんお断りです。バラちゃんレインボースターありがとう。ユキさんありがとう。イモケンピさんビーチボールありがとう。今日は10時には配信終わるとして、就寝目標は11時半です。11時半就寝目標。明日お話し会。スケモンさんバラありがとう。今日はレッスン何時間だろう。結構あった。ツアーとスパークとやった。風の審査いいね。おみかさんファイトありがとう。わあ寝落ちしてて寝てない。わあ大変大変大変。もう眠たいんじゃないですか。明日もお疲れ様。え、初めて言われた。明日もお疲れ様ありがとう。明日もお疲れ様って、未来に対してお疲れ様初めて言われたから、なんかちょっと嬉しくなっちゃった。明日も頑張ろうね。山崎さんお疲れ。しゅんさんお疲れ。いやもう22時。今日は22時。終わってお風呂お風呂。昨日もこんばんは。昨日も明後日も来週もこんばんは。こんばんはこんばんは。フライデー。今日揚げ物食べてない。今日はメールに送った朝ごはんと昼はかぼちゃとブロッコリーにお酢をかけて食べた。夜は刺身アイス。おしまい。今年もお疲れ様。やばい年末。ハッピーニューイヤー。今年もよろしくね。クロさん花束ありがとう。わー3連休は3連休すごい。そうか祝日か。尾道で旅行しようと考えてます。わーめっちゃいい。締めのお茶漬け中。めっちゃいい。なんかすごいみんないい生活してる。お刺身の妻。え、大根食べるよ。大根メインじゃない。なんならパセリだって食べるよ。あの房で入ってるやつ。レモンも食べる。レモン皮ごと食べますよ。お刺身。刺身はポン酢かけてお酢をかけて大根をまずむしゃむしゃ食べて、途中から刺身に包んでる大根食べて、でパセリ食べてシソ食べてレモン全部食べて、すごいもう私の体に全部入ってく。残るのはトレーだけ。トレーはさすがに食べれないけど、菊が入ってる刺身ないかもしれん。最近見てないかもしれない。共食いだよ。パセリ。なんかさ昼配信も暗かったけど夜も暗い。顔焼けたのかな。やっぱ光の加減シンプルに顔が赤いからかな。踊って貝の刺身わー。そうだね、トレー食べれるようになったらみんなに教えるから待っててください。あっちゃんさんありがとう。ありがとう。
ペイペイポイント、え、尾道今ペイペイのキャンペーンなの？今やってんの？5月ぐらいの時さ、あの宮島とかがペイペイの対象だったからすごいお得だったよ、お土産とか買うの。今どこがやってんだろう、まだやってんのかな。なんかすごいさ、喋りがゆっくりなんですけど、それと同時にこっちからよだれが垂れてきそうなんですよね、さっきからちょっと困ってる。早く喋るとなんかすごいわーってなるから、ちょっとゆっくり喋ってみてるんですけど、よだれがここから出てきそうだから、こうやってちょっとちょいちょい抑えます。食べようとしてるわけじゃないから安心してください。よだれが出てきちゃった。はー、クロさんアイスありがとう。カズノシーさんアイスありがとう。八朔紅茶、へえ、八朔紅茶とかあるんだ、知らなかった、知らなかったよ。歯抜いてないよ。なんかこっち今日弱いかも、筋力が。鍛えます、これで鍛えよう。来週の日曜日までキャッシュレスキャンペーン、来週か、もう行けないよね絶対もう、はあ、もっと早くに知ればよかった。カズサハッタありがとう。遠征の準備は何もしてない、何もバッチリじゃない。何もだよ。福フェスの時高松がキャンペーンあった、最高じゃん。そんな、神戸とかやらないんですか今月、コンサートあるけど。来月岡山市、岡山行かなきゃ、岡山行ってさ、カラフナ屋行ってでかいパフェ食べなきゃ。いつからいつまで新平家物語、会社の人に大好評、やったね、やった、優しいね会社の人にお土産買って。しーちさん小葉ありがとう。8月いっぱい、行かなきゃ、岡山市内だけ、じゃあ岡山市内に行かなきゃだね。何したらいい、バスさ、今行きたいとこがあってね、今山口県であのジブリやってるんですよ、山口県立美術館でジブリの期間限定のやつがね、やっててとか始まるんよ、もうすぐ7月の22ぐらいから9月までやってるんですね、ジブリパークの展示みたいなやつがやってて、行きたいなーと思って調べたらさ、広島からだったら新幹線が一番なんかいい交通手段らしくて、びっくり、交通費びっくり、悩み中。ジブリ岡山、1回の還元が1000円、1ヶ月4000円まで、じゃあ4回いけるってこと、4回使えるってことか。黒さん回復薬ありがとう。ファッション口よだれが出てくるからちょっと抑えてるんだ、安心して、怪我してないから、ちょっとよだれが出てきちゃうだけ。ねえ、行きたいな。確かに小玉、バリ得小玉で行くか。でそれだったらちょっと帰省もしたいね。8月だ、8月いや、それは8月関係ないか、別に9月まで行けばいいか。8月はさ、お盆だからちょっと帰省したい気持ちがねあって、なぜかというと初盆なんですよ。
だからちょっとね、私さ、おじいちゃん亡くなったの秘密にされててさ、活動忙しいからってなんか気使ってくれて、葬式も知らない間に終わってたし、四十九日も帰れなかったからね、お盆は帰りたいなと思ってたけどさ、8月とか一番アイドル活動がある時だから、だからいつか時間ができたら、そう、こんばんは、いや、みんなもさ、会える時にたくさん会っとくんだよ、友達とか家族とかね。大津さん、花束ありがとう、アイスもありがとうね。ティフ楽しみです。去年はね、2回もステージあったからさ、16人と PR と贅沢。今年は16人で選抜メンバーとして出たいなって、去年は選抜じゃなくてさ、アンダーとして出たからさ、今年は選抜で出たいなと思ったから嬉しい、頑張る。おみかんさん、尊い。ルカリアンコさん、お疲れ、ありがとう。ジブリ美術館、何フェスですか、メンバー発表されてないやつか、出るのかな、どうなんだろうか。でも出るとしてもね、自由時間ないから、そういうなんかどっか行けたりはしないんですよね。クロさん、タコありがとう。シーチさん、ファイトありがとう。やっぱ大きいよ、選抜大きいですよ。だってだって STU として見られるわけじゃないですか。 STU のこと知らない人からも STU の人だとして見られるわけだから、頑張ってくる、楽しんでくる。1100回目の訪問わあ、1100回目だって、あと11回、1111や。ありがとう、いつも見てくれて、ね、いっぱい出れたらいいな今年もね。また声枯れてきてる気がする、気をつけて。そうよ、もうさ、去年からは想像できないくらいね、めちゃくちゃ環境変わったからびっくりですね。そう、パセリのドリンク美味しかった、わ、飲んでくれてありがとう、美味しかった。ケーキも食べた。そうよ、もう1年でだいぶ変わりましたよ。これからもこのね、場所に入れるとは限らないじゃないですか、このなんていうの、あの選抜という場所はさ、ずっと一回入ったらずっと入れるって、出れなくて悔しいって思うメンバーもたくさんいるのでね、そういう人の気持ちもちゃんと私はね、こうやっぱ分かるわけじゃないですか、これまで。だからそういうこの分も頑張りたいなと思います。こんばんはね、ピュアルブタ割ってほしくないよね、本当にさね、アナケンツアーしたいよね。そうよ、本当に。カズノシーさん、ファイト、ありがとう。頑張ります。頑張っちゃう。
ケーキもパスタもカレーもラーメンも食べた。やば、すごっ。そんなに入るの胃袋。胃袋そんなに入るんですか。1年前はね、そうね、やっぱ PR 舞台入ってから変わったから、4月5月とかから変わったかな、環境ね。いや、シーズン3始まったら悲しいよ。わー、シーズン2最高。愛媛行きたいよ。マイキューさんの凱旋 PR 舞台したら愛媛行けるよ。広島 PR、 広島凱旋千穂さんして、ヤンヤン凱旋福岡でして、ポキさん凱旋を岡山、あかりんさん凱旋香川でした。あちこち行けるし。いや、シーズン3があってもパスは絶対もう出ないよ。もうみんながもう本当になんかもう生活できなくなっちゃう。パセリファンのみんなもう困ってしまうから、もう出ないよ。ね、出身地全然違いますね。こんばんは。より集まってるって感じがする。木も違ければ生まれも違うし、土地も年も違うし、全然違う。すごい。いや、もう私もちょっと投票期間ね、もうちょっと大変うわーってなってたから、皆さんも大変そうにしてるの見てたし、今ね結果がこう出てるからみんなもいけるよって言うけど、難しいよ。クロさんラブレターありがとう。ね、こんばんは。いやだからちょっと、でももうね、他のメンバーにもこの気持ちを味わう。なんか入ったらさ、やっぱすごいさ、環境も変わるけどさ、頑張ったからといって絶対入れるというわけでもないし、ちょっとね、難しいとこですよね。ファンの方の負担が大きすぎる。いや、私が辛いとかじゃなくて、ファンの皆さんがもうめちゃくちゃさ、いろんなところで呼びかけてくださったり、もうお金もたくさん使ってくださったりして、わあ申し訳ないってなる人の方が大きい。みんなが美味しいものを食べて元気に暮らしてくれれば、それが一番いいと思います。あっちゃさんラブレター、しんいちさんバラ、いっちゃんシャボン玉ありがとう。パセリちゃんのグッドもいただけませんか。お酒のグッドあげます。お酒のグッドあげちゃう。1週間頑張ったしね、私もさっきもらったし、鈴木のグッド、グッドグッド。シーチさん、ゲームギフトありがとう。
雪帽子たくさん食べるね。お食べ。雪帽子たくさん食べたらちょっと大変だけど、絶対凍えちゃうけど、お食べ、お食べなさい。私も食べたいよ。マンゴー、マンゴーナンバーツー。こんばんは。明日からラーメンカツするね。毎日ラーメンってこと？まさか健康診断が終わったから。ああそうやって、また健康診断の時だけ頑張ってダメだぞ。じゃ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 、こんばんは。ねえねえ、顔の赤みが収まらない。そばにハマってます。私もそば大好き。そば、広島の出雲そばのお店がめちゃくちゃ美味しかった。天ぷらサクサクだった。こんばんは。今日食べてしまった？いや、いいよ。ラーメンお食べなさい。エイトウエストさん、ハートありがとう。ザルそば、わあいいね。こんばんは。健康診断ないよ。健康診断、健康診断最後にしたのは高校の時、学校でしたやつ。だから人間ドック行きたいと思って調べはした、調べはしました。パセリ会楽しい。おお、なんかそう、私のファンの方さ、結構ご飯行ったりしててね、お友達作ってる方多いよね。でもね、一人でなんかさ、お友達作ってる方が多いさ、そういうなんていうっけ、界隈、アイドルのメンバーの界隈とかってさ、行きづらいなと思うかもだけど、全然ね気にする必要はないからね。一人が好きな時は一人でいたらいいし、わからないことがあったら誰かに教えてもらったらいいから、怯える必要はないんだよね。しかもさ、パセの班の方さ、最近好きになりましたとかの人とかにも全然なんか優しくしてくれるじゃないですか。なんかいろいろ教えたりとかさしてるし、なんかすごい優しい、素敵よ。うち界隈のみんなも安心して。私も STU 入る前ぼっち界隈だったから安心してほしい。大丈夫だよ、群れる必要はないからね。いいんだよ、一人でも恥ずかしいこともでもないしね、全然いいんだ。しかも一人の方がさ、行動しやすかったりするしね。だからあまり気負わず参加してください。安心しましたか？安心してください。安心してケロー。最近好きになりました。嘘じゃん、もう初期からいるじゃん。嘘嘘、そうよ、どっちもメリットあるから大丈夫だよ。あんまり現場来れてませんって人も大丈夫だよ。別になんかそういうチェックされてないから安心してください。この人はこの現場、この現場とこの現場しかいないとか、そういうチェックも何もないから、もう来れる時に来たらいいんだよ、自由気ままに。みんなは猫ちゃんでいたらいいと思いますね。他のメンバーのファンの方にも言われる。パセリのファンの人めっちゃいい人多いって言われるよ。言われます。一体感もすごいし、いい人多いって
言われたこと何回かあるよ。わあ。残念ながら犬、じゃあ犬のみんなも猫のみんなも気まぐれワンコのみんなもいつでもどうぞどうぞ、ウェルカムだよ。本当にね、あの他のファンの人のさ活動とか見てさ、あのあんまりこう気にせず自分のペースでオタ活してほしいと思いますね。オタ活してほしいなと思います。でもなんか自分が参加できなかった話とかの時に拗ねなければいいです。あの心の中で、あ、いけなかったなとか思うのはいいけど、ありがとうございましたとか言った時にいけてませんみたいな言うのはダメよ。それはもう来てくれてありがとうって言った時はそう、そう、そこは自分のペース、ダメな時 TPO ですね。いつでも来てください、どうぞ。そう、スネ折りになったらダメ。そう、押したいように押してよろしく、平和に。教育、私今教育してるんですか。そうか、じゃあそうですね、そうだな、なんでしょう、うん、なんだろうか。おみかんさん、ビーチボールありがとう。パセ疲れてるとき語りがちは、パセそうなの、どうして、そういう研究結果出して、もしかして夏休みの自由研究、私の発言の研究でもしとるんか。そう、今ゆっくりだから喋るの、いつもこんなゆっくりじゃないからね。もっとさ、この前の何だったっけ、私がさいきなり話し出したじゃん、あ、アイスについて喋り出した時さ、もうやばかったよね、早口すぎて。語尾にさ、カッコオタク特有の早口って書いちゃうぐらいさ、もうアイスオタクだからさ、アイスについて語った時のあの早口さすごかったね。えめっちゃ早口だった。今はゆっくりのんびり。アンパンはおやつに入りますか。アンパンは、入りません。なぜかというと、きっとお弁当にも米が入っているので、炭水化物取りすぎたらちょっと大変なので、お家に帰ってから食べてください。それか朝ごはんにしてください。どうですか、いいですか。私のさ研究とかしてる人いたらちょっと恥ずかしいよ。やばいもん、すぐわかるじゃん絶対ね。ジロくん、ハートありがとう。こんばんは。今日ポニーテールしてたんやけどね、ボサボサすぎてもうほどいて、お団子にしたらさ、なんかお団子お団子もほどけて、なんかなんだこれは、なんか前から見たらショートカットみたいになって、ちょっとボーイッシュ。山中湖の遠足の忘れちゃいけない持ち物ありますか。財布、携帯、あとモバイルバッテリー、水分とタオル、ハンカチ、ティッシュ、あとはメンズビオレ的なやつとか、帰りの時に汗かいたら
拭いてさっぱりしてください。あとなんだろうね、塩分チャージ、おにぎり1個とか、多分ね、ケータリングあるんですよ、ケータリングカーみたいなやつ、山中湖去年あったからあると思うけど、もし行列でわあもう並ぶ時間ないわって、並ぶ勇気もないわって時にちょっとおにぎりでもあったらいいんじゃないかと思いますが、痛むかもしれませんね、野外だから。あ、ペンライトと応援グッズ、あ、帽子もいるかも、あと日焼け止めと、あとそうだな、何がいるかな。あっちゃさんお断りです。やすぺいさん量10個ありがとう。なんだろうな、なんですかね。そうだね、ペンライトはお昼だからうちわとかタオルとかの方がもしかしたらいいのかな。会社支給 Wi-Fi ご機嫌斜めです。ああ、働かせすぎよそれは。だって今日お昼配信の時もね、会社支給 Wi-Fi ちゃん働いてたもんね。虫コナーズ、え、ぶら下げる用のやつ。いや、帽子は絶対いる。あと折りたたみ傘とかあったらいいかもね、もし雨降った時とか。折りたたみ、カッパがいいか。傘はちょっとああいうフェスではちょっと危ないから、カッパ、カッパ、カッパ、キュウリ、あと何ですかね、何がいいのかな。うーん、なんだろうか。でもスマホさえあればどうにかなりそう。なんか買い忘れても、まあ、コンビニ近くにないですよ皆さん。山中湖結構ね距離あるとこにコンビニあるけど、結構遠いかもしれません、知れませんよ。しかもみんなが同じコンビニ行くからさ、きっとそんなに食料ない気がするよ。気をつけてね。そうだね、山だから天気とか急に変わるかもだし、気をつけてね。乾パン、水、懐中電灯、なんだろうな。フェスとか行く方、フェス僕に任せろって人いたら教えて。フェスはもう何でも分かるよって。あ、凍らせた飲み物ね、確かにいいね。凍らせたアクエリとか麦茶とか、何ですかね。うん、冷えピタ。クロウさんありがとう、スタンプありがとう。なんだろうか、なんだろうか。とりあえずスマホとモバイルバッテリーは絶対ですね。お財布は、お財布いる、携帯でいけないかな。お財布の中何円切ったら焦りますか。え、私お財布いつもお札入ってなかったりする、全然入ってなかったりします。ゼロ枚とかでも全然ね余裕ぶっこいてますね。やっぱもう便利だから全部スマホでピッ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 しちゃうし、あの自販機もスマホで買えるし、すごいね。なんだろうな、確かにゴミ袋賢い。そうだね、大きいゴミ袋、透明の袋とかあったら雨降った時にバッグとか入れて防げるかもしれません。最悪カッパ忘れた時に
ちょっと首入れるとこ切ってかぶったらこうなんかカッパになるかもしれならないかならないですね。でもなるかもしれない、切り方によっては。汚れてもいい靴がいいよ、だってみんな。確かに去年の山中湖を見た感じ、あの自然って感じだから土って感じだと思うから、スニーカーとかで新品とか入ってくるのはあまり向いてないかもしれませんよ。向いてないですよ。山中湖は配信あると思います、去年あったから。わかんない、え、発表されてるっけ。なんかもう最近いろんなさ情報ありすぎて終えてない部分がある。今年はありますか。去年あったんよね。こんばんは。山中湖は焼けますか。焼けちゃうと思う、めっちゃ焼けると思う。もうすごい太陽が近いよ。配信ある、配信あります、ある、あるね。じゃあ配信で見る方もさ、熱中症気をつけるんよ。家の中だから大丈夫と思わないで、ちゃんと水分取ってほしいです。あと携帯とかタブレットとかにもちゃんとご飯あげてください、こまめにあげてくださいね。こまめにこまめにあげて働かせてください。暑すぎますね。暑すぎるよね。そうだよね。しかも名前もすごい暑そうだもん。大変、あげられて暑そう。配信立ち見します。配信立ち見するの、もうすぐ10時。本当だ、もう10時や、早い。もう今日ずっと目がなんかまぶたが重たそうな目をしてる私。わー、冷房の効いた室内で焼かれてるパセリを見るとします。はあ、焼きパセリね。時間に余裕があることを祈るね、私も。去年は去年は大変。スマホとかのご飯はあれよ、電気よ。変なもの与えたらもう大変大変。晴れ予想なの？本当？晴れる？やったー。暑いね。暑い。そう、明日午後からです。明日は5時間目からお話し会です。5、6、7だよね。この前1、2、3やったから次5、6、7で、この前の時サイン会とツーショット終わったから普通お話し会、もうシンプルお話し会です。パセはメンバーによっては違うと思うけど、パセシンプルお話し会のみなのでよろしくお願いします。外からお届けします。どこから、楽しみ。どこ連れてってくれるの。バラちゃん、レインボースターありがとう。わーわー、こんばんは。あ、そう、明日ツインテールじゃん。そうじゃん、忘れてた。明日はメイドだ。いや、明日サイン会ないでしょ。もう終わった気がするけどな。ないよ明日。ああ、パンちゃんからリプ編が来た。キュン。鈴木彩香さんが変身しましたって。やばい、プリキュアになっちゃったわ。203、シャボン玉ありがとう。
ずいぶんと場所に合ってない気がするな。そう？そう？そうか。合ってる。午後は曇り。午後曇りだって。不安だね。だって午後だよ、出るの。午後よ。雨 20% ほう、わあ、 20% か。じゃあ大丈夫そうかな。しんいちさん、お断りです。ね、じゃあ明日の準備しなきゃだった。明日着る服は5月の時に着てた服と同じ服です。なぜかというと、その日の振り替えお話し会だからです。その日の件を取ってる方はもうその日の服装を発表した後に取ってくれてるので、同じ服を着ます。よろしくお願いします。待ってます。忘れないでね。忘れてる人いそう。配信で言ってもさ、忘れてましたみたいな、ショールーム見てなくてみたいな人絶対一人はいると思うんですよね。みんな覚えてるかな、ちゃんと。大丈夫かな。うわ、なんか不安だな。来てくれるかな。ショールーム見てたけど自分はないと思ってましたみたいな、剣買ってないと思ってたらありましたみたいな。いるよ絶対。いそうだな。明日行く、待ってる。お話ししよう。お話ししちゃおう。フェスの感想とかも聞かなきゃね。お話し会ちょっと空いたからね、しばらくなかったから、いろいろ感想聞いたりとか、いろいろ話をして、ツアーの話とかも、ああ、もうツアーの話とか感想聞ける場がないからね。ツアーとかは終わったらみんなショールームかツイッターかファンレターでよろしくお願いいたします。明日よろしく。ありがとう、いつも来てくれてありがとうございます。やっぱりなかったです。わあ、ちょっと次パセリいつですか。パセリいつなの。話したいことあっても、もう話したいことさあってもさ、みんながないと、剣がないとね、喋れないね。わー、七夕、七夕、明日待ってます。もしお話し会とか間に合わなかった、券取れなかったとか来れなかったとか、ショールームとツイッターじゃちょっとみたいなやつはファンレターで送ってくだされ、よろしくお願いします。読んでます、めちゃくちゃ大事にしてます。全部撮ってるから私、送ってね。なんだっけ、トゥトゥみたいなやつ、郵便局みたいなやつなんだっけ、あのファンレターの歌、リコチの730のなんとかかんとか広島中央郵便局みたいな歌があるので、住所はそちらで送ってください。0120、それ違う CM じゃん。
のリコチの歌があるんですよ。トゥトゥ、そう歌がある、ツイッターに載ってるからちょっと後で見といて、パセリのいいね欄にあるから。結構最近、先週ぐらいに作ってました。そう見てみてくださいね。やずやドモホルンリンクル、ドモホルンリンクルはヨン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 、ちょっと郵便局なんとか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 トゥトゥみたいな歌があるんですよね。ぜひフリーダイヤル01204411-22。何の歌これ、ジャパネット、ジャパネットですかこれ。ジャパネットはもう馴染みがありすぎます。地元ですね、長崎です。パセリに届け、届くの本当じゃあパセリに届けって書いてパセリに送ってください。広島中央郵便局宛てに、支所箱第4号 STU48 ファンレター係、尾崎セリカさん宛て。パセリ宛てで届くと思うけど、一応尾崎セリカ宛てで届きます。ファンレター、私のファンレターボックス見てほしいな。最近さ、いっぱいなったから2箱目に突入しました。初期から全部撮ってます、ファンレター。へへ、読み返すと懐かしい名前とか見つける。わー、最近見ない名前だなってなったりもするし、わー、この方ずっといてくださってるって方もいるし、不幸の手紙来たことないかも、まだわかんない、来たことあるのかもしれんけど検閲で多分もうバイバイされちゃってるね。そうだよね、解明したんだよね。そうよ、そう思ったよね。おたまじゃくしさんって人がいたとしたら多分カエルになったんだと思う。ハマチブリとかね、多分出世したんよね。そう願いたいよね、多分。卵、ひよこみたいな、ニワトリ、きっとそうだよ。そう信じます、私はね。きっとそうだよね。確かにお相撲さん、え、そうだよね、お相撲さんとかさ、歌舞伎の方とかさ、お名前がこう変わったりとか、こう襲名式のやつ、代々受け継がれてる名前とかだからさ、いつの間にか変わったりするね。お相撲さんとかあれよね、元なんとかのなんとか親方ですみたいな自己紹介するよね、テレビとかで。なんとか菊のみたいな、いいよね。私ももしニックネーム変えたらそうやって言わなきゃ、元パセリのカリフラワーですみたいなことをきっと言わないといけないから、ちょっと二度手間かもしれん私ね。こんばんは、そうね、待ってください、ちょっと待って、10時過ぎてた、終わろ終わろ、10時に終わるからとか言って全然過ぎてた。終わろう、じゃあもうお風呂入るから髪の毛をほどいて、ほらもう汗よ、公演終わりかなってぐらいのこの汗、もわもわ、もこもこ、お団子してたからもこもこ。いやー、ありがとう皆さん見てくれて。今日はおしゃべり、おしゃべりクッキングじゃなかった、おしゃべり、ん、しゃべり方がゆっくりでお届けしましたよ。ゆっくりゆっくりしゃべりでお届けいたした。
ちょっとまとめとこう、片方。じゃあ皆さん、明日お話し会ある人は忘れずに参加してください。待ってるから、パセリずっと待ってるのにさ、来なかったら寂しいから待ってるね。券持ってる方は、券ないよって方はまたいつかお話し会があれば、次のシングルとか何もまだ決まってないから、次回のお話し会、券が取れる時まだちょっとわからないけど、いつかその時にまたぜひお待ちしてます。いけなかったらごめんなさい。いいよ、都合があったら全然優先しちゃって、忘れてこないのがダメだけど、事情がある時は大丈夫よ。無理しないで、体調とかお家のこととかある方は、あんまりそんな急がず焦らず、まったりまったりしてください。では終わりましょう。そうだよ、またいつか来たらいいから。そうだよ、おじゃる丸、よくわかったね、おじゃる丸だよ。じゃあ終わります。ゆうぴょん、ありがとう。これ好き？わあ、本当？確かにあんまこれとかしないよね、公園じゃ。またいつかしよう、しちゃおう。あ、確かに握手会なのかな次。私さ、握手会初期の頃に1回しかしたことがないからさ、まだ握手会したことないファンの方の方が多いんですよ。みんな今まであんなに遠くからパセーとか言ってたのに、ついに触れちゃうの？よろしく。みんなパセリの手汗を感じてほしい。よろしく。みんなカサカサできてね、手。よろしくね。パセが手汗あげるわ。私手汗やばいから。あ、確かに手袋付きか。あ、本当じゃん。でもパセリの手汗とは限らんかもしれん。前の人のファンの方の手汗かもしれんけど、それでもよければ握手しに来てください、いつか。わーい、パセリの手汗だーって。手袋か、そうか。じゃあ手袋を感じてきてください、感じに来てください。手袋カサカサ。楽しみになった。握手会、握手会。やば、推しメンの手握れるっていう、やば、すごいな握手会。当たり前のようにやってたけど、そう思ったらすごいね。だってさ、私もゆきりんさんの握手会とか行ったことあるけど、すごっ。その時はもう圧倒されてたけど、今考えたら触ってるってこと。そうなんですよ、他のグループはもうやっとるんよね。ね、NMB さんとかね、この前ファンの方が感想を教えてくれたの。 NMB の行ってきたって人がいてね、教えてくれたんですよね。楽しそうだった。いいね、楽しみにしとこ。ありがとう、見てくれて。じゃあ終わるね、本当に。また明日。じゃあね、行きます。13位ヨピタン、12位イモケンピさん、11位クワドリさん、10位ジンライさん、9位ルノラゴさん、8位オミカンさん、7位カメさん、6位ヤスベーさん、5位アッチャさん、4位カズノシンさん、3位クロさん、2位オズさん、1位ヤマザキさん。ありがとうございます。ありがとう、みんな見てくれて。ではでは、1週間お疲れ様でした。お酒のグッドあげるね、みんなに。バイバイ、バイバイ。お酒のグッド、何のことって人はあやぱのツイッター見てみてください。おやすみ、バイバイ。